福井県道110号北の松岡線は福井県あわら市と同県吉田郡永平寺町とを結ぶ一般県道である。旧基県の前谷交差点あわら市の国道8号と永平寺町の国道416号を結ぶ役割を担う県道である。両国道は同県福井市で結果的に合流するが永平寺町からは距離があるので石川県や富山県を目指す上では 非常に重要な役割と言えるだろう。2019年4月1日、起点を国道8号福井バイパス交点の北の交差点への変更、日清に伴い中川松岡線から北の松岡線へ名称変更。あわら温泉停車場、中川線の終点も同交差点まで移動、短縮され、福井県道123号あわら温泉停車場、北の線へ変更となった。 全線片側一車線の確保された一般的な県道である。旧松岡町域では、市街地、堺市では、山岳地、あわら市では、農村部と様々な沿線を持ち、変化に富んだ道路である。全線を通じて、他のこの地域の県道と比較すると、やや交通量が多く、地域住民にとって重要な道路であることが伺える。 しかし渋滞が起きるほどの交通量ではないので安心して利用できる道と言えるだろう。2010年3月に起点付近においてバイパス道路が開通した。右折専用レーンが整備されたため、協商区間の解消とともに国道8号の円滑な交通を助けている。ありがとうございます。